イエス。ほら、ほらどうですか。今回はですね、もうそろそろ11月じゃないですか。なんでやっぱりね、簡単にできる鍋レシピですよ皆さん。僕はね、この時期になると鍋連発するんで、皆さん気をつけてください。鍋の素使いません。これで鍋つゆ作ります。チキン鍋でございます。チキンラーメンも楽しめて、鍋も楽しめて、最高のチキン油鍋やってきてる。リュウジのバズレシピ。材料はね、もう至って簡単です。白菜です、 250g で、鶏肉 150g で、ニンニク2かけ、チキン鍋1袋で、あと卵1個です。鍋の素とかいらないです。あと調味料は概要欄に書いてあるんですけども、あとね、塩と日本酒とごま油ぐらいなんで、かなり手軽にできる1人から2人でいける鍋ということで、今回は鍋ということなんで日本酒飲めます。じゃあ北雪北雪を飲んでいきます。これうまいんだよね。いただきます。このチキンラーメン鍋ポンチ合いますから、やっていきます。じゃあニンニクから切っていきます。ニンニクね、はい、これね、ニンニク油とチキンラーメンのあれで食べるっていうレシピなんで、こうやって一回潰してね、芯を絶対に許さない人間なので、これをねスライスしていきます。ニンニクの香りを乗せて食べる鍋はね、うまいんです、本当に。はい、スライス終わりました。そうしましたらですね、ニンニク油をね、先に作りたいんですよね。ニンニク油をこの土鍋で作っていきます。はい、ニンニクを入れていきます。ちょっとね、大きめのニンニクだったから結構ニンニクしてるんですけども、まあ大丈夫です。はい、でここにごま油をね、大さじ2杯ぐらいね、これぐらいかな。土鍋ってあんまり空入りしちゃいけない、油でなんか炒めちゃいけないっていう風に言われたりもするんだけど、これね、弱火だったら大丈夫なんですよ。弱火にかけつつニンニク油を作っていきますね。土鍋ってあんまり温度が高いと温度に耐えられなくて割れちゃうんですけども、弱火であれば割れないです。なんでこれで弱火かけていきます。シュワシュワいってきたらニンニクだけ取り出しますからね。はい、でその間に他の材料切っていく。まず白菜、白菜なんですけども、まあなんか2枚ぐらいね重ねて、こうやって叩くで、叩いたらこうやってそぎ切りしていく。こうした方がね、すごくね、煮た時に食べやすいんですよね。この断面が広くなるんで、煮えやすいんですよ、鍋物にする時。この葉の部分はいいんですけども、こっちの部分ね、そうやってやった方が僕はいいかなっていうふうに思いますね。でもう半分ね、この包丁のひらでパンパンパン平たくなります。はい、こんな感じね。はい、じゃあこんな感じで白菜は切れましたんで、あとは鶏肉。はい、そうしましたら、お肉、これはね、1枚半分にしてるんで、もう鍋っぽくこうそぎ切りでいいです。そぎ切りがめんどくさかったらもうぶつ切りでいいです。どうせそんな味変わんないんだよね。うん、大丈夫。それよりね、楽しんで美味しいものを食べようっていう気持ちが大事ですから、本当に。そもそもね、汁にチキンラーメンを使うんで、別に適当にやってもうまいっす。はい、それぐらいの気持ちでやった方が美味しく感じるってもんです皆さん。料理は気持ちです。ということで、ニンニクがもうちょっと炒まりました。これをね、ちょっとこう取り出していきます。今取り出してるんですけども、全部取り出さなくても大丈夫。後でね、飾りで上にあった方が綺麗なんで、取り出してるだけなんで。そしたらですね、温まった油にまずお野菜、お野菜入れていきます。で、白菜ががっつり入りましたね。で、鶏もも肉です。まあまあまあ、もうこんな感じですよね。はい、これ1人から2人分の鍋ですからね、これね。はい、でお塩もうほんの一振り、一つまみ。そしてここにスープとなるね、ものを入れていきます。水 100cc、 酒が 100cc です。お水とお酒1対1。こうするとですね、お酒の香りがふっと香る、最高に美味しい鍋になりますので、
お酒は、余すとこなく入れてください。一旦ね強火で沸かします。でポコ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 いってくるんで、この水分の野郎がね、で沸いてくるとポコ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 いってくるんです。ポコ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 いってきたらもうポコです。で弱中火にして蓋をして、これで弱中火で15分煮ますんで15分煮てください。ということで15分後にタイム。はい、それでは15分後こちらです。ほらこれでいいじゃん。これでいい。よくなくない？よくな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 い？でもね、これじゃあね、ただの白菜煮なので鍋にします。こっからそしたらね、ここにね、ここでチキンラーメンですよ。ここで、これ埋め込むように包み込むように、で、できるだけちょっと堀越学園で、で、ちょっとこう全体で浸していくと。そしたらここにね、卵っていきます。イエス。これで相当うまそうでしょ。このままね、蓋をして煮ていくんですよ。2、3分待ちます。はい、じゃあちょっと2分ぐらいかな。やりました、こちらでございます。ファッ、ほらどうですか。はい、じゃあここにネギ、パラリネギです。そしてニンニクね、さっきほらみんなニンニク忘れてたでしょ。このニンニクチップがね、もうめちゃくちゃいい味かもしれしますから、かもかも。はい、ということで魅惑のチキン油鍋のこれはビールだ。金麦召喚、攻撃力1500のレベル4モンスターです。じゃあいただきます。見てこれ、ほらこれこうですよ。いきたいと思います。いざ。やべえぞこれ。味付けがね、ほぼこのチキンラーメンなんですけども、めちゃくちゃ味効いてますこれ。そしてこのチキンラーメンスープとニンニクごま油が最高に合うんだね。これ一杯あれば今宵の晩酌は全て賄える、そんな最高のお鍋になってると思います。本当にうまい。これが好きな、あなたが好きだから。でね、スープもね、チキンラーメンとチキンのうまみがちょうど出てる。これが最高だ。ここで味変、ブラックペッパーかな。ラー油もいいんだけど、ほんとうまい、最高です。ちょっとてつや来て、乾杯。よしいただきます。ペース、ペース。うまっ。うまいでしょ。これが食べたかった、今日、今俺も食べたかった。食べたかったからニンニク油とさ、もうチキンラーメンのさ、相性の良さがやばい。やばい。つまみ鍋か、まあでもそのまま食うでもいい。想像通りの味を4段階くらいグレードアップしてる感じ。これブラックペッパー必須なんじゃん。俺もそう思う。ブラックペッパーめちゃくちゃうまい。やば、これ入れるとね、かなりレベルアップするんだよね。まあ、チキンの香り、やっぱブラックペッパーの香りすごい合う。完璧でしょ。ベロベロだ。ちょっと俺もちょっとベロベロ、もうエプロン外そう。これはチキンラーメンを最後に食べる俺です。お願いします。エプロンを外すとき、ここがもうちょっと熱いし、熱いし次なんだっけ。次な、白滝。白滝、じゃあいいや、白滝。もう白滝はもうもうありのままの、ありのままの。はい、じゃあもう次やりましょう。俺がエルザってことね。エルザってことね。はい、エルザちょっと閉めて。じゃあだ、じゃあ誰、滝。いやもういや、ちょっとディズニーわかんない。ディズニーわかんない。もう一回滝タキにしとこう。オッケーオッケー。じゃあこれね、オラオラオラフオラフオラフ。じゃあオラフオラフ。これがエルザ。わかんない。
両方同性だから。よろしくお願いします。